はい、皆さんこんにちは。今回私が話しさせていただきたいのはですね、何に関してかというと情報商材詐欺に関して、お話しさせていただきたいと思います。情報商材詐欺ということで、先日福岡県の、まあ、そういう会社で言ったって半年会社会社じゃないんですけど、グループが逮捕されました。これはいわゆる情報詐欺ということで、何があったかっていうと、皆さんの夢を叶えます、数千万円儲けてます、数億円儲けてますというふうに嘘をついてですね、集客してセミナーに参加して、そのセミナーに参加する料金ですごく高いわけです。でそれでセミナー料を徴収してですね、さらに、高額の教材を買わせて、利益を得てるわけです。これ何が詐欺かっていうとですね、実際今回の件に関しては詐欺で逮捕されてないんですけど、詐欺でも立件されるようです。何が詐欺かっていうと、まずその儲けてるっていうのは、ね、嘘なわけです。例えばじゃあアフィリエイトとかね、で儲けてるってじゃあ言ったら、その証明書を出してくださいと皆さん言ってください。そういった時に彼らは出せないわけです。で何で儲けてるかっていうと、数千万円とか数億円儲けてます。それによって、収益を得てるわけです。そういうふうに嘘をついて集客して、セミナーに誘ったりとか、それでセミナールを取る、そして高い教材費を売って、利益を得てるわけです。そこが収入源なわけです。なので何が詐欺罪、これはなかなか立件されてないわけですけど、先ほど言ったように嘘をついて集客してセミナー料を払わせて高い教材を売るっていうところです。嘘をついてるところです。ここが、詐欺罪で当たるわけです。ただここは巧妙ですから、なかなかその本人たちも訴えない実情なんですけど、本来であれば、これは詐欺罪として、刑事告訴で立件してね、懲役刑にするべきところでございます。例えばじゃあ私がですね、実際私自身もアフィリエイト、いわゆるブログに広告を貼り付けて、広告収入もあります。そして YouTube においても、広告を貼り付けているので、実際広告収入があるのは事実なんですけど、ここをですね、私が例えば今からね言う、数千万円儲け、2000万円、3000万円、4000万円儲けてます、1億円儲けてます、でそしてその儲け方の秘訣をお教えします。もし儲け方の秘訣を教わりたい方は、まずはブログに登録してくださいということで、有料ブログに登録させます。これは月額1000円とかにしましょう。そうすることによって、全く知識がない方々、よく知らない方々が、それに、その言葉嘘に乗ってしまって、100人だとしたら、じゃあ1000人で100人だったら10万円ですよね、いきます。でその中でですね、高い教材費、じゃあ儲ける秘訣をお教えします。儲ける秘訣を、でその中で儲ける秘訣をお教えしますっていう教材が、お送りしますので、それは、コースによって違うんですけど、一番低いコースが100万円、2番目に高いコースが130万円、一番高いコースがこういう教材がついて150万円だと言います。でそれを本気にしてしまってですね、実際買ってしまう人がいるわけです。で送られてきた教材、大したことが書かれてないのに、それで150万取られてしまっている人がいるわけです。実際私がですね、数ヶ月前に、詐欺でね、それの詐欺に引っかかってしまってですね、160万騙し取られてしまった人にね、借金を申し込まれました。突然何か久々にお会いしたいんで会いに行ったわけです。兄弟出てるんでね、頭は悪くないはずです。ただ兄弟出てる、社会経験が不足してるんでしょうね。兄弟で50代の方です。そのくらいの年になればいろんな社会経験積んで裏とか知れば、裏とかそういう街道知らないですから、だから結局そういったとこ表の世界しか、真面目な世界しか見てないので、平気で騙されてしまったと思うんです。でその方が160番騙されてしまって、いろいろ話を聞いていくと、いわゆる情報商材詐欺に引っかかってるってことが分かったわけです。これはいくつかのね、情報商材詐欺にかかった人に取材をして、聞き取りをして得た情報でございますけど、先ほど言ったように何度も言いますけど、私自身が例えばこの場でね、YouTube でじゃあ数千万儲けてます、数億円儲けてます、その秘訣をお示ししますので、まずは有料メルマガにね登録していただいて、その後セミナー参加してください。1回あたり1万円ですと、100人来れば100万円ですよね。そして教材費160万円を持ってる教材費を100人に言ったらいくらになると思いますか。これ1億6000万円です。それだけ利益が上がるわけです、そういったところで利益を上げてるわけです。じゃあ元の根幹となる、じゃあ YouTube でもアフィリエイトでもいいですよ、そこで儲けてるっていうわけですけど、じゃあその証明書を出してくださいっていうわけです。中には、コンピューターをちょっといじくればね、改ざんできるわけですけど、できれば YouTube とかね、アフィリエイトの会社からしっかりとした証明書を取り寄せるに言ってください。
実際は儲けてないです。先ほど言ったように何で儲けてるかっていうと、そういうふうに嘘を言って集客して、高いセミナー料を払わせて高い教材費を買わせる有料メルマガによってお金を得てるわけです。その最初に嘘ついてる時点が詐欺罪ということでございます。ここを皆さんね、周りの方々がもし情報商材詐欺、数千万円儲けます、数億円儲けます、世界中を旅してます、世界中を旅してパソコン1台で、稼いでね、試しながら生活してますっていうふうに言ってる人はいると思います。夢を叶えたいですか、夢を叶えるためにはどうしたらいいですか。これはある意味ね、アムウェイとかの見られるネズミ講、マルチ商法に似たようなものもあるわけです。そういった甘い言葉に簡単に引っかかってしまう人々がいるので、私はここでね、強くね、ここは皆さんに、伝授させていただきたいと思います。そして皆さんの周りで、そういうふうに言う人がいたら、あなたは詐欺師ですか。そして皆さんの周り、家族とか友人の方でね、もし引っかかりそうになった人がいたら止めてやってください。これは詐欺だということを伝えてやってください。これはやっぱり皆さんが周りの方々を救ってあげるってことが必要だと思います。なので、真っ当な人間がね、真っ当に、暮らしている人間が損する社会であってはいけないと思います。嘘をついて集客して、高いセミナー料と高い教材費を売って収益を得てる、詐欺団体、詐欺師、こういった人々が潤ってしまうというのはね、いけないことでございます。なので皆さん、本当に周りの方々、信用できる方々もいると思うんですけど、本当に信用できる方って見極めた方がいいですし、美味しい話を持ってくる人々に関しては、疑う、そして詐欺っぽかったら、あなたは詐欺でしょっていう言ってやってください。これからもね、こういった情報商材詐欺に関しては、言及させていただきたいと思います。とにかくこういった情報商材詐欺に関しては、撲滅しなければならないと思います。簡単にやっぱりね、マルチ商法もネズミ婚もそうなんですけど、日本人で引っかかってしまってます。なのでしっかりと考えていかなければならないのかなって感じはするわけですけど、こういった情報商材詐欺もしくは裏事情に関してもね、これからは言及させていただきたいと思いますので、皆さんぜひともチャンネル登録してない方がいらっしゃったらチャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。